皆さんこんばんは。大島義一中学3年生15歳です。よろしくお願いします。はい、何話そうかなと思って、ちょっと学びのパクリをしようとしたら、昨日 の虫の話されちゃったんで、何がいつも学びの家泊まりに行くとき、何も持っていかないんですよ。いつも何も持っていかないで手ぶらで行くんですけど、さっきパジャマの話してたじゃないですか。パジャマ貸してって言ったら大体出てくるのが、まなみの中学校の時のジャージを毎回、まあ、持ってかない方が悪いんですけど、別にいいんですけどね。テニスやつとか、テニスの T シャツと、ジャージの短パンを貸してもらいます。さっきまなみがガガ出たみたいな話してたじゃないですか。あれ、ナイが寝っ転がって YouTube 見てたんですよ。そしたら、なんかその穴開いてるから、電気ガンガンつけっぱなしで、本当に3時過ぎぐらいにそのガンガンつけて、で、なんか黒いのいると思って見たら、なんか上の方にガガいて、どうしていいか分かんないから、とりあえず部屋から出たんですよ。そしたら、次入ったらいなくなってて、もうどうしていいか分かんないから、とりあえず下行きましたっていう話です。噛み取りました。はい、じゃあもうなんかトーク苦手なんで、もう曲いきますね。それでは聴いてください。初恋サイダー。キスをあげるよ、thank you。
さ、やったな。でも前髪もあるから。